Three, fight! いらっしゃらないでしょうか、いなければこのまま大会の方ですね、間もなく、始めたいと思います。
はい、じゃあ、皆さんの多数決による今日は、参加人数は6名なんですが、ここから、ランダム2オン2
でやろうという流れになりましたんで、今日はランダム2オン2でやっていきましょう。じゃあまあくじ引きしつつ、じゃあチームをランダムに決めて、でそこからって感じでやっていきましょう。じゃあ一番上から名前読み上げていくんで、呼ばれた方はそちらですね、くじ用意しましたんで、そうです。であと参加費、200円ですね、を、カップの中に入れてくじ引いて僕に番号見せてください。でその場で名前が入ります。はい、ではアンドレさんからお願いします。適当に言った。パンパカパンツやばいですね名前が。6番。ちなみにキャラ替え、急にチーム戦になったってことで、キャラ替えは一応キャラ替えって今のうちだったらキャラの変更を聞きますんで、もし変更する場合すぐ言ってください。はい、ミノムくん、そうっすね、一回チーム決まってからでもいいか、始めるまでにキャラ決めてください。2番。じゃあアンドレさんとミノムくんチーム、はい、ガム、はい、おね、あ、じゃあ後ろで、すいません。4番。はい、ベンダさん、2分の1ですね。2分の1で、どっちかに行きますどっちもどっちでやばい気がする。さあ、ベンダさんどこ行くんですか。5番ですか。一応じゃあ僕が、3番になるんですけど、万が一にもプレイヤー来たら変わりますんで、まあ、例えば、最初の試合始まる前までは変更聞きますけど、試合始まったらもう変更聞きませんので、先言っときます。今のうちだったらキャラ編 OK、 はい、今のうちだったらキャラ編 OK です。今のとこ暑苦しいですね。はい、今6名のうち4名決まってますけど、全員キャラが暑苦しいキャラばっかで、はい、じゃあ、もうすでに暑苦しい、大会になることが確定しましたんで、はい、これ配信していいんですかねっていうキャラの構成だったんですけど、これどうかな、まあ
果たしてこれがいいんだろうかという、まあこういうのもねたまにはいいかなと。いつもみんなガチガチでシングルでやってるんで、たまにこういうお祭りもいいかなということで、じゃあこれでいきますか今日は。はい、じゃあ了承得られたんでこれでいきましょう。じゃあちょっと今、設定とかいろいろあるんでちょっとだけ待ってください。すいません。はい、それではよろしいですか。はい、それでは、ま、ちょっと待ってね。そうだ、なんかいつもの癖で録画を押さなきゃっていうちょっと昔の今もう配信してるんでもう録画とかいらないんですけど、そうデッキ録画しなきゃみたいな感じでちょっと頭の中が昔になっちゃいました。はい、それではお待たせいたしました。ただいまより2018年2月の仙台プレイランド FR スーパーストリートファイター 2X ランダム2オン2大会始めてまいりましょう。ありがとうございます。はい、本日は、皆さんの要望によりましてシングルではなく、久しぶりにチーム戦というところで、参加人数6名からの、6人による、ランダム2オン2大会ということで、本日は皆さんと決まりましたので、この流れでやっていきたいと思います。キャラが非常に厚苦しい、本当に一部の人これ見てみたいな感じでなんか S 残機がもうすでに3人いるっていう非常事態ですけれどもね、楽しくやっていきましょう。はい、では最初の試合1番2番チームやっていきましょう。1番がアンドレさんとミノム君、はい、手を挙げてください。で、2番天使松屋ガムさんチームで、はい、じゃあ代表者じゃんけんで席決めお願いいたします。席決めだけで、席決めだけで先方の後出し券とかそういうのはなしで、はい、じゃあ、先方聞きに行きますんで、ちょっとスタンバッターの陣取って、先方決めてくださいね。ちょっとお待ちください。
そして実況する人がいないんですけど、誰か喋れる人っています？いなし。あ、行きますか。行きますか。ベンダさん、じゃあよろしくお願いします。実況。はい、では、先日バーサスに行ってきたらしいのベンダさんでお願いします。さあ、1試合目は始末屋さんのチンリーじゃないよこれ。今これ S コマンドを入れようとして間違って左に入れてしまった系ですね。いきなりやり直しということで、はい、さて参加費間違って100円の方いますかね。ああ了解です。さあやり直しで、今度はランに S コマンド、はい、客が入りましたね。S ジャンプ始末屋さん見たことないですし、ミノムくんも、あ、1回だけあるらしいですけど、ミノムくんもフォークでさっき使ってましたけれども、もういきなり対空決まりましたね。あまり見たことないキャラ同士の戦いですけれども、1本目は今のところフォークが、さあ、あ、すぐに決まらなかったですね。2段が決まって、あら、最後ローキングガードしてきなかった。早速1本目は始末屋さんが出ましたね。さて、2本目、さあ、こかして、おっと、ガードして、足払いでこかしてというところで、おっと、なかなかお互い近づけない感じですかね。お互い垂直ジャンプして相打ちになった。さあ、ここで、回復決まらなかったですね。今度は決まったが、これは死なない。さあ、あと一発というところだけれども、スクリューを透かしたところに決まりましたね。コントロールダイブが決まりました。1対1ですね。3本目ですけれども、おっと、これ相打ちを取ってフォークが、あ、また入ってぼかしましたね。焦がしてはいるんですけど、なかなかこう決め手がないところですが、さあここでフォークがハメは失敗してしまって、中盤が宙を舞った。さあ、なかなかお互い慣れないキャラ同士なので、ミスがあるのはもうご愛嬌というところですね。ミノムくんもコンボルは決まっているんだが、お、最後謎のレッドボディープレスですね。こいつが決まって4分の勝利。さあ、今回勝ち抜きというところなので、ミノム君がそのまま残って、次ガムさんのメガですね。ガムさんのメガはあのサブキャラみたいなものなので、なかなか手慣れてるんだろうと思いますけれども、さあミノム君の台風が決まりましたね。そこからハメは繋がらないというところで、次めくって、ああこれなかなか台風が決まらない。はい、今度は決まった。これははめに行ける距離ですよ。おお、ダブル決まった。ここだけ切り取ると本職みたいな回し方ですね。1本目はミノム君、はい、さあこのまま勢いのまま勝ってしまうのか。おお、うまいこと中足、レガの中足で透かしてましたね。さあ、これはあと2発だよ。あっ、まだいけるけれども、おっ、めくる、中断決まりましたね。今のはナイス判断ですね。なかなか1回こかしてもはめ殺せないところがサブギャラのつらいところ。さあ、ここはハイコが確定で、今のところガムベガがうまく立ち回ってますね。さあ、これ繋がってはないけれども、ちゃんと2段咲いている。はい、ここのサイコはちゃんと溜まっていました。さあ、3本目はガムベガが落ち着いていますね。はい、冷静な立ち回りで3本目はきっちり取りましたね。さあ、ガムベガさんの勝利でお互い1試合ずつ取っておりますけれども、次はアンドレさんですね。対象同士の戦いです。さあ、ここ S 残機というところですね。アンドレさんは X 残機本職で、 S 残機、まあ、サブキャラみたいなところなんですかね。たまに使ってるのを見ますけれども、
まあ、スクリューの精度は高いはずですよ。一回捕まえればベガは全く捕まってない限りなかなか厳しそうな感じだけれども、今のところベガさんが、タブさんが地上戦うまく立ち回っていて、もう半分以上体力取っちゃいましたね。さあこの立ち蹴りをどう処理するかがザギの難しいところ。ベガ飛べないな。さあこれスパコンでも終わりかと思ったら最後逃げるように当てて1本目。さあこれでいいですかね。お、大蹴りが入りました。タブラに使ったところにスライディングが入ってと、これでベガがうまく距離を取りながら滑っているという感じですかね。なかなか近づけないエスザーキー、近づこうとしてもこうやって地上戦でうまく離されてしまうと辛いところ。やっぱり足が長いですねベガ。さあここでいよいよスクリューは決まった。ただ距離が離れているのではめられない。さあうまくパンチで逃げて、ここは 確定の削りですね。さあもう一回近づいてスクリュー入ればこれ残機取れるけれども、時間もなくなってきているが、これ微妙なところ。さあ決まるか。あ、決まった。リバサがちゃんと入って、もう一本ですね。ちゃんとリバサを決めるあたりが遜色の残機です。さあ3本目ですけれども、さあ今まで通り地上戦の蹴りでガムベが警戒しながら攻めていってますが、さあちょっと距離が今のは遠かった。さあダブラに入って、これ危険だよ。さあ1本目、はいはい飛ぶ、はいはい、あー離れてしまった。もっと微妙な距離。さあさあザキ逃がさない、逃がさない、逃がさないよ。あー投げられちまった。ただこれ3人どうだ、あー逆転あるよ。あー最後上りのボディープレスでぶっ潰した上から。というわけでアンドレ・ミノム君チームがまず1勝ということですね。おめでとうございます。はい、アンドレ・ミノム君チーム 2勝1敗で勝利となります。では次の試合が、店員と私とガムサチーム連戦で、ベンダさんとパンパカパッツチームでやっていきましょう。そして喋るやついなくなりました。はい、ではやっていきましょう。
あれどうするんすか。あれどうするんすか。何にやっても負けませんあれ。あれどうするんすか本当。はい、では2番手、ガム DJ。 いや果たしてこれを配信していいものかってちょっとね、やってない、やりながらねちょっと思ってたんですけれども、さあそんなことはさておき、さあ2番手ガム DJ。 ちなみに今日のキャラ構成なんですが、S ザンキさんに、S ホンダ、X ホーク、ベガ。果たしてこれいいんでしょうかってね、キャラ構成での今日は大会となります。さあこれで果たして何人見てくれるのか。まあそんなちょっと心配も込めつつ、今日の大会完全に今日お祭りですからね、ただの。さあリードしているのは、減った、しゃがみダイパー減りましたね。さあこれでベンダさんリーチ、2-0で終わるガール。ああ、これベガ戻すんですか。さあ S ホンダの100列が地味におかしい。あ、これはさすがに中継ダブルに安定取って、さあガム DJ じゃない、ベガが取り返してファイナルラウンド。さあもう完全にお笑いてか、今日はバラエティの要素が高い本日の、F1X 大会。さあどうすんだこれという、さあこれはあれですね、知識勢による可愛がりという名の、まあなんというかですね。さあ返す技が知らないものがかなり多い。さあ飛び越えて俵投げ受け身は取っているものの、さあ急に真面目に取る。さあこれはあっと危ない、ダブル2っていうかナイトメアがあるんでまだ分かんない。うわー、しっかり減る、だから出す、そして減るということで、勝ったのはベンダさんの S ホンダ。はい、では、自動的にこれ優勝決定戦になります。そしてここまでまだあれですね、まだ10分ちょっとしか経ってないと思うんですけれども、果たしていいんだろうか的な。はい、ではアンドレ・ミノムくんチーム対ベンダーパッパカパンツ。はい、それでは、自動的にこれ優勝決定戦になります。ワンピーアンドレ S ザンギ対する 2P パッパカパンツ S ザンギ。さあ なんだか知りませんけど、今日は S ザンギ大人気。さあ見てますかあの人と、特定の人になんか一部の人に込めたメッセージっぽいんですが、さあ誰だかは僕は、分かっているようで分かっていない。さあ S ザンギかなり渋いですからね、完全にただのプロレス。さあまずスクリューですって言ったのはアンドレザンギ。さあ上から上から、さあ地味にいい勝負。さあプロレス残り15秒、リードしているのはパンパカパンツ。パンパカパンツっていいですね。さあ急に逃げに入る、おお、うまい立ちスクリュー、これはうまい。さあ一瞬の隙をついて残り2秒前に立ちスクリュー決めて、まず1本取ったのはアンドレザンギ。さあ2本目パンパカパンツから仕掛けていく。さあここでおアトミックスプレックス、レアなものを見た。そしてさあいろいろあってアンドレザンギがスクリュー1回から仕切り直し。さあどんなにダブラリを打ってもゲージはたまらない、それが S 対戦ですね。さあアトミックボムだっけあれ。なんだっけ、なんとかボムでしたね。
フライングパワーボム、はい、なるほど。さあフライングパワーボムだっけもう技名覚えてない。さあこれで1-1、足払い決めて上から行く、スクリュー1回からのジャンプ中継で下げて、まあ下げてというかどうなるんだ。さあスクリュー、これでパンパカパンツリーチ、あーみんな大好き垂直ジャンプ上台パンのあれですね、頭突き一発でピオります。さあまず勝ったのは 1P じゃない 2P パンパカパンツ。さあそして対象、ミノムくん、ティーホーク。さあ本当に今日は、細いキャラいませんねみんなだいたいごつい系かなんかダンサーしかいない。さあ上から行く、だ全員ほぼ今日参加しているキャラがだいたいレスラー体型です。さあ1本取ったのはパンパカパンツ、これで優勝リーチ、果たしていいのか今日の大会。さあ熱苦しい格闘家たちによる本日の大会、ジョキャラと細いキャラはいません。 DJ がまあ細いかなみたいな、その程度。さあもうすでにリーチがかかっている。さあこれはワンチャン取れるか、しかしホーク追いついてきた。さあからの、おお立ち指タイク熱い、ダブラリーどうなんの、あーっ、しかも最後はスクリューでもなんでもない、ただのパイルドライバーということで、本日の2月の、プレイランド FR スーパーストリートファイター2ランダム2オン2大会優勝は、ベンダさんとパンパカパンツさんです。おめでとうございます。あっという間に終わりましたね。そしてさあさすがにこれだけだとちょっとあれなんで、なんかやりますか。はい、ではでは、あれ赤ペンが消えた。はい、じゃあ本日の大会はね、とりあえずベンダ S ホンダパンパカパンツ S ザギの、チームの優勝となりました。おめでとうございます。はい、じゃあすいません、さすがに、これだけだとちょっとあっという間すぎるんで、まあここからはちょっと、まあ、おまけイベント的な感じで、現状今出たのが、今日参加人数6名なんで、全員、メインキャラ使っての 3-on-3 の、まあ、東西戦って言っていいのか 3-on-3、 これも、まあ、あっという間に終わっちゃうんですけれども、まあ、せっかくなんでこのぐらいはちょっとやろうかなというところでやっていきましょう。じゃあチーム分けどうするかでちょっと今迷ってるんですが、それいいですね、採用しましょう。はい、いやじゃ優勝チーム、が、ベンダさんとパンパカパンツさんで、じゃんけんしてって、一人一人、ね、参加人数を取っていく。なのでもう、ベンダさんとパンパカパンツさんは別チームです。でじゃんけんで、取っていく形でやっていきましょう。
はい、じゃあ、パンパカさんが勝って誰を取りますか。ミノムさん、はい。でベンダさんが、アンドレさん。はい、じゃあ最後のじゃんけん、最初はグー。さあガムさんか僕かみたいな感じですね。あ、僕で。はい、じゃあパンパカさんのチームに僕が入ります。そしてで、ベンダさんのチームに、ガムさん入ります。ではこんなチームですね。はい、よろしくお願いします。メインキャラ一応聞きます。ちょっとメインキャラが不明な人も中にいるんで、じゃあそんでガイルですよね。はい、じゃあちょっと見にくいですけど、じゃあ 1P2P をさらに、ベンダさんとファンパカさんに決めていただきましょう。勝負じゃんけん、はい。はい、でベンダさんが勝ったので、どっちサイドを取るか。1でどっちでもいいですよ。ちょっと僕が 2P 側に待って応援できないぐらいで、一応配信もやりつつやるんで。2で、すみません、ありがとうございます。じゃあベンダさんチーム 2P 側で、でパンパカさんが 1P 側ですね。パンパカさんチームが 1P 側。はい、オーダーは最初だけ申告、あとは、負けてそのままかぶせるもよし、そのままじゃんけんで決めるもよし、どちらでもいいです。最初だけ、申告だけお願いいたします。それでは始まりました、おまけ、ミニイベント 3on3。 はい、では 1P 側のチームがパンパカパンツ、ミノム君、天意始末屋で、対する 2P が、ベンダ、アンドレ、ガムチームで、先方パン、1P パンパカパンツ、そして 2P が、ガムとなります。そしてパンパカパンツは、ベガ、まあ、ほんとみんな一応メインキャラというところで、一応ね今日は出てもらってます。さあまず1本取ったのはガム DJ。 さあ一応対照的な役割というか位置的なパンパカパンツさんなんですが、さあ早くもちょっと怪しい展開に。さあメックセットプレイ。さあこれはマシンガン使ったところにしっかり最後決めて、さあスラの持続重ねは若干ちょっとミスりましたが、ここから投げていったのは DJ。 スラジャックナイフ2回入れて正面クリー、空中くらいに安くするが危ない、投げ通って正面投げて、うわー投げ返す最速、勝ったのはガム DJ。
今我がチームちょっと今オーダーがすごい困っててもう八本下がりですね。さあどうしましょうみたいな。さあもう八本下がりになって今うちのチーム路頭に迷ってます。ちょっと待ってください。とりあえずガムさんはとりあえず新品予選やってて待っててください。そのうち入ります。いやマジでちょっとどうしようどうしようって言ってますから。はい、じゃあすいません2番手、天井始末屋参ります。よろしくお願いします。喋る人いなくなったんで、実況そのまま、サイレントで。あ、いける。じゃあ2P 側2番手アンドレさんですね。よろしくお願いします。はい、うちのチームの2番手はアンドレザンキですね。まあ理由といえば3位をぶつけるのがこれが一つのセオリーかもしれないですね。さあいきなり怪しい展開だったけれどもなんとか始末や竜がしのいだ。さあ波動で追っ払ってさあダブラにも当たってしまった。当てどころのいい勝利ですね。パンチのベリベリが入ってさあ近距離でひたすらスクリーンのチャンスを狙うアンドレさんみなが果たされてしまった。さあ最後近づこうと心を見ているけれども、お、当たった。これ決まれば終わりだよ。なぜかエイアンクローだが死なない。ぴったり噛み合った真空波動のスピンにボディープレスが入ってアンドレさんデッドバットを使いましたね。さあ再度ダブラリで警戒するけども昇竜が入るともっと2本入った。シンクはナイスガードだがここでリバースのスクリューが入ると。さあガンガン近づいてきたまた昇竜入った。これはきついね。ガードできなかった。松屋龍が1本取り返す。ただこれでお互い1対1。3本目はおっと一気に体力半分減ったよ。ピョッターこれは厳しいね。入らない。
2段入って終了。アンドレザンギ仕事してくれました。さあこれで最後ミノム君キャビンと3人はなかなかこれ厳しい組み合わせな気がするけどどうなるのか。これキャビン勝ったら勝ったですね、僕の本体ですからね。どうするのか。さあ今のところはキャビンが警戒しながらと思ったらうまいこと中足の隙をアンドレザンキが滑るんです。さあこれでもでもザンキならきついですよね。さあスクリューあと1本のところまで来たけれども、これはあっ今のスパイラルは止まりました、ね、めり込んだところにこれはスクリュー入ってもしょうがないわね。1本目はアンドレザン。さあこれであとあとなくなっちゃいましたよ。キャビー負けてしまうのか。2本目は遠巻きに削りと中足そしてフリガンをうまく使ってキャビーが奔走しているところだ。これはザンギがきつい。さあ2本目かなり警戒しながら5番と中足とスパイラルをうまく使い分けています。さあ削りで作ったつもりだったけれどもリバーサル最後入って、あこれはさすがに取り返して1対1。あのナックルがガードに入りました。さっきと同じように5番と中足等々を絡めながら警戒しているミノム。そしてアンドレさんにも中足や前足で警戒しながら近づこうとしているがなかなか近づけない。おっフーリが謎のチップが入った。そしてようやく解剖のスクリューが入ったけどまだはめに行ける距離ではなく、さあここから近づいたが引っ張って、さあクリスタルとスパコだけ見えないが今のは格安が残に入らなかったですね。というわけでこれ本田が出ることになりました。なんだかんだ言って大将戦までもつれ込みました。さあ大将を務めるは、関東帰りのベンダホンダ。さあこれはどうなんでしょう。さあ最近かなり遠征に、行ってパワーアップしている模様の、ベンダさんのエドモンドホンダ、これはちょっと厳しい戦いになりそうですが一発勝負です。相打ちドスコイスパイラルドスコイドスコイ当たるドスコイ位置が変わるスパイラル炸裂ドスコイ当たる。さあ時間が23、あめり込んだ、めり込むとまずい。あっと相打ち腹が強い。あフライングスモープレスで踊っている。これがホンダ残り3秒。いやさすがに間に合わず最後は、いってらっしゃいバイバイと。さあ位置が変わってこれで、ベンダさんリーチ。さあ百貫が強い。あーおいちょう、うわーやめてあげてドスコイドスコイということでやっぱり強かった。はい、おまけ 3-on-3、勝ったのは、ベンダさん、アンドレさん、ガムさんチームです。おめでとうございます。いや友情だけではどうにもなりませんでしたね。ありがとうございます。はい、あとはじゃあ、もう一個まあやろうかな的な感じで、あとはちょっとお任せをしようかなと思うんですが、ちょっとじゃあお待ちください。
はい、ということで競技の結果、あとちょっとのじ合いをということでね、本日はこのまま終了となります。ちょっと今設定戻しますんで、ちょっと待ってください、すいません。はい、ということでね、今日は2 on 2と、2 on 2大会と、おまけ3 on 3のね紅白戦ということで本当にありがとうございました。来月またシングル、そしてガチ、そんな感じでまたやると思います。今日は完全にちょっとお祭りでしたんで、まあ、たまにはねこういうのもちょっと仙台勢久しぶりにあの騒いで笑ったんで、まあ来月はまたよろしくお願いいたします。ということで大会自体は、以上をもちまして終了となります。どうも皆さんご参加誠にありがとうございました。あと配信の方は、あと X で、あの仙台 X でによるガチ対決の、のじ合い配信ね、このままあと時間の許す限り垂れ流しでやっていきたいと思いますんで、よろしければ見てやってください。はい、じゃあ設定の方戻りましたんでね、遊んでってください。あとゲーム、配信の方ですがゲーム音量ちょっと上がってますんでね、ちょっとだけまあ上げました。そこまであの警戒するほどじゃないと思いますが、ちょっとゲームを上げましたんでよろしくお願いいたします。
Round 1, fight!
Thank you.
殺到。
Cyclone.
Round one, fight! Cyber, Cyber, Cyber!
で閉店時間を間もなく迎えます。それに伴いまして、配信の方も、これにて終了とさせていただきます。本日の大会ご視聴並びに、の試合の配信ご視聴いただいた皆様、ありがとうございました。